入口の清うわっ寒う <laughs> 今日もバイト頑張ろうあいらっしゃいませああんたクラスの <laughs> 別に入ってもいいけど ここでバイトしてることクラスのみんなには絶対な緒ねお願いほら入った入ったえいや別に寒いけど仕事だからしょうがないわよ大丈夫ほら入った入ったっくち <laughs> はいはいチーズバーガーを一つですね あと他には。あ、以上でよろしいですかはい、ありがとうございます。チーズバーガー一つお願いします。<laughs> 寒いなぁ。今日はよく冷えるし、お客さん来るなぁ。そういえばあいつって帰ったかなでいるし、しかも。 またレジ並んでるしどんだけお腹減ってんのよいらっしゃいませあご注文はハンバーガー一つとナゲット一つとポテト L サイズとえっとコーラ一つですねかしこまりましたお会計は全部ではい こちらになりますこいつすっごい食べるけど何しに来たんだろうまあいいや私には別に関係ないことだしあはい2階の掃除行ってきますってわ勉強してる。 あそっか来月期末テストかもうそんな時期なんだ考えたくなーいあ目合っちゃった嫌だ掃除しないとあおはようあ何あその件なんだけどちょっとこっち来て ここなら誰も来なさそうだねであいやバイトしてること誰かに言ったはぁならよかったーほらうちの学校ってさバイトあんまりおすすめしてないし結構厳しいじゃん校則とか よかった。あんなところでバイトしてるって、友達とかに知られたら絶対からかわれるもん、私。あ、なんでバイトしてるのかってああ、うち両親が共働きなんだけどね。大学に行く費用があまりなくってさ。それで両親にも迷惑かけたくなくって。 うんあんまりバイトはするなって先生たちからは言われてるけどでも経済的にはしょうがないしうちの両親ってさ普通の勉強より社会勉強の方を優先させたがる人たちだからちょうどよかったみたいで喜んでくれてるしそうそう社会に出てからどういう風に働くのかっていう勉強にもなるし おかげで勉強の方がちょっとサボり気味だけどまあでも秘密にしておいてくれてありがとうえ何ええ勉強教えてくれんの嬉しいけど迷惑じゃない大丈夫 分かったじゃあ連絡先教えるからうん今度会った時教えてよね絶対ようんありがとうじゃあまたって今日も放課後に来てるししかも 結構レジから近い席に座ってるしホンあいつ何しに来たんだろうお客様お待たせいたしましたこちらラッキーセットですはいどうぞえ何よは終わったら一緒に帰らないかって う分かったわよじゃあ裏口で待っててよね絶対だからねじゃあ勉強頑張ってよねうん私も楽しみにしてるじゃあ私も頑張ってくるじゃあね